こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、今すぐ使える真夏の大人服5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあそれにしても暑い日が続いてますね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。僕はすっかり夏バテ気味なんですけども、まあそんな中でもですね、ファッションの世界ってもう先取りなので、今店頭に行くと秋冬の商品とかが並んでたりするんですね。これはこれで一ファッション好きとしてはテンション上がるんですよ。もう夏服見飽きてきたなって感じもあるので、鮮度の高い秋冬の服は見るだけで気持ちが上がるんですが、これ着るタイミングいつなんだろうなっていうぐらいですね、もう全く真逆の季節だったりするので、あんまりリアルさを感じないんですね。今現状僕たちが着る服というのはやっぱり夏服だし、この暑さというのは8月だけではなくて9月中旬ぐらいまで続くので、そう考えると夏服を使う期間って長いんですね。ですので今回の動画では、夏服ちょっと足りてなかったなとか、なんか買わないうちに真夏に突入しちゃったなっていう方のためにですね、今すぐ買える大人の真夏服をですね、5つ厳選をしてみました。結構ですね、朝からいろんなサイトを見てですね、在庫がちゃんとあるかどうかだとか、リアルに僕たち30代後半から40代の大人世代に似合うものはどんなものなのかなっていうのをですね、散々探した結果、この5点は自信を持ってお勧めできるなというものを発見しましたので、ぜひ皆さんもですね、今後の買い物の一つの参考にしていただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、まだの方いらっしゃったらぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからは具体的にですね、今すぐ使える真夏の服ですね、まあ、特に大人世代にバチッとハマるようなものを皆さんにご紹介をしていきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、もうさすがにこんなに暑いとやっぱり T シャツは大人世代であっても持っておかないとどうにも夏を乗り越えられそうな気がしないんですね。なので僕も T シャツよく着てるわけなんですが、いかんせん僕たち大人世代には T シャツそんなに似合いづらいのも事実なんですね。もうシンプルな T シャツ1枚だとなかなかですね、おしゃれの盛り付けができづらいので難しいところであるんですが、そんな中で今回ご紹介したいのはこちら、ビューティー&ユースのですね、オリジナルで展開しています、クルネック T シャツですね。これは抗菌防臭機能付きのもので、価格が6930円になっています。カラー展開はブラックとホワイトの潔のいい2色なんですが、この中で僕がおすすめしたいのはカジュアルな T シャツだからこそやっぱりブラックなんですね。これ先日も動画を撮ったんですけども、ブラックの T シャツとホワイトの T シャツ、大人世代にはどっちが似合うかっていうところなんですが、意外とですね、ブラックがシャープに見えて人との違いも明確になるので使い勝手がいいですよという結論に至ったわけなんですね。ただブラックの T シャツの中で素敵なものを探すとなかなか難しいんですよ。今時期って結構難しいのが、春夏物のセールが一段落していまして、ちょっと前に発売されたものは在庫がないんですね。なので定価なんだけども在庫がまだ豊富なものを狙うのが僕はまずはいいかなと思ってまして、この黒 T はすごくいいなと思いました。40代以上の大人の男性が着てもワイドになりすぎないような適度なゆとりがあるんですね。まあ、T シャツのサイズ感として僕はタイトなものもムチムチした感じがするのであまり似合いづらいなと思ってるんですね。もちろんスタイルのいい男性だったらいいんですよ。ただ多くの大人の世代はなかなか体型の管理難しくなってくるかなと思うので、ちょっとお腹が出てきたりだとか二の腕あたりがぽっちゃりとしてる方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、ちょっとだけ緩さがあるとうまく体型補正効果が望めるのですごく使い勝手がいいかなと思います。その点こちらの T シャツは程よいゆとりを持っているんですね。で、生地の厚みもですね、薄すぎないんですよ。薄すぎるとどうなるかというと体のラインを拾いやすくなってくるというところで、これまたちょっと大人の男性にはお腹のラインとかが見えやすいので少し厚みがある方がバランスがいいかなと思うんですね。まあ、程よい肉感と張り感があるというところがこの T シャツの良いところで、表面には微光沢があるので上品な見え方をしてくれるというところですね。このあたりが大人が T シャツを着る上でも一定の上品さというところをですね、ちゃんと抑えてくれているのですごく使い勝手がいいかなと思います。そして最近の T シャツはただの T シャツ作ってもなかなか売れないんですよ。差別化ポイントとして、まあ、いく
くつか機能性を盛り込むというところが一つの流れとしてあるんですけども、こちらは抗菌と防臭機能付きということで、まあ夏汗臭くなるのはなるべく避けたいなという場合に、まあこういった機能がついてるとどれぐらい効くのかどうかは正直わからないんですが、精神的にもだいぶ安心感ありますよね。この T シャツはちょっと防臭機能ついてんだから大丈夫だろうっていう、その気持ちの余裕っていうのもめちゃくちゃ大事だと思うので、実際の機能性と心理的な安心感ですね、このあたりを担保できるこの T シャツはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、ブラックの T シャツに対してボトムスは例えばホワイトで清涼感あふれるような形で合わせていただくのもいいと思いますし、ミディアムグレーぐらいのパンツで合わせてもらうとモノトーンでバシッと大人世代には決まるので、この T シャツ一押しです。今は在庫めちゃくちゃあるんですが、僕の YouTube チャンネルでご紹介すると結構ですね早く売れちゃうっていうこともあったりするので、まあできればですね早いタイミングで見ていただくか、もしくはオンラインだけじゃなくて店頭に行けば在庫があったりするので、まあぜひこちらはですねチェックをしていただきたいアイテムの一つかなと思っています。黒系の T シャツで散々探した結果もこれがベストだと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、40代以降の大人世代にとって欠かせないトップス、それはこちらポロシャツですね。ポロシャツはまあ失敗するとめちゃくちゃおじさんっぽく見えるんですが、まあうまくいくと襟付きのカットソーで一定の小綺麗さが漂いつつも、ちゃんと半袖なので涼しいというですね、二つの良さをですね受け取ることができるんですね。なので最近ポロシャツ僕の動画の中でも推しているんですが、まあいかんせんですね大人の男性が着て素敵に見えるポロシャツっていうのはまだまだ少ないんですね。まあユニクロだとか無印良品とかでも売ってるんですが、僕は夏のですね主役になるようなアイテム、特にポロシャツというのはちょっと良いものを買った方がおじさんっぽく見えづらかったりするので、まあこのあたりはですねセレクトショップのオリジナルうまく使っていきたいなと思うんですが、散々探した結果なかなかいいものを見つけました。これはですねアーバンリサーチのアイテムなんですけども、ハイパフォーマンスコンフォートポロシャツですね。これ皆さんセール価格になってますよ。6600円のものが 30% オフで4620円という形で価格が安くなっています。これは使い勝手いいんじゃないでしょうか。まあ大人世代になってくるとサイズ感はですね極端なオーバーサイズというのはなかなか難しいし、かといって昔ながらのちょっとピチッとしたタイトなサイズ感だとこれまたあまり清潔感みたいなものが漂わないので、ジャストからちょっと緩めぐらいが使い勝手がいいんですが、まさにこちらのポロシャツに関してはオーバーサイズに振ってないんですね。まあ、どのあたりを見ていただくと分かりやすいかというと、まずは袖丈なんですね。まあ、最近のポロシャツって袖丈がもっと大胆に長いものが増えてるかなと思います。僕、グリーンレベルさんとコラボレーションさせていただいたスキッパーポロなんかもちょっとサイズ感緩かったと思うんですけども、それはそれでカジュアル用に今のトレンド感を抑えた上では着ていてテンションが上がるんですけども、40代以降の大人世代がオフの場面でも使えて、なんだったらこれオンでも使いたいなという場合には適度にサイズ感が大きすぎないことが大事で、特に顕著なのが袖丈なんですね。これが腕の関節より長いよりは、まあ、腕の関節よりやや短いぐらいの方がオンオフ両方兼用しやすいんですね。まあ、まさにこちらのポロシャツは袖丈見ていただいても長すぎないですし、身幅もジャストなサイズから少しゆとりを出すようにしてるんですね。なのでタイトすぎずに緩すぎないような大人っぽいバランスというところが実現できてるのかなと思います。でカラー展開もですねすごくベーシックで使いやすいところをしっかりと押さえていまして、ブラックネイビーチャコールグレーにグレーという4色になっています。まあ、この中で鉄板で使いやすいのはブラックもしくはチャコールグレーですね。この2色はもう間違いのない選択かなと思います。なるべくシャープに大人っぽくしかもおじさんっぽく見せたくないというのであればブラックに勝る色はないと思うんですね。ブラックのポロシャツは本当に定番的で使いやすいですね。だけどちょっとモード感も漂うので僕はすごくお勧めしたいんですが、まあこちらもいいし、もしくはチャコールグレーですね。個人的にはちょっと真っ黒すぎるよりはこれぐらいのチャコールグレーの方が都会的な雰囲気もあるし、なおかつ暑苦しくないのでこの色もいいなと思います。二択ですね。今のところサイズは両方ともしっかりとあります。で素材自体が軽量で通気性もしっかりと良いものを使っているので、まあ、夏場でもですね不快感なく使うことができますし、こちらも抗菌防臭機能がついているという点では先ほどのビューティー&ユースの T シャツと同様にこのあたりの機能
能というのはもう結構ついてるものが増えてるんですが、なんだかんだで便利かなと思うので、そのあたりも含めて使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。こちらも先ほどの T シャツと同様に白パンだとかグレー系のパンツと合わせてみたいだとか、グレーのポロシャツだったらブラックのパンツなんかにも合いますので、大人の着こなしの中ではめちゃくちゃ役立つので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。続いて3点目はですね、なんだかんだで大人の着こなしでも、ちょっとこうお出かけの際だとか、奥様と彼女さんとデートだとか、小綺麗に夏の着こなしを楽しみたいという場合もあると思うんですね。まあそんな時に T シャツ1枚だとちょっとラフすぎるな、ポロシャツもいいんだけども、もうちょっと大人感出したいなという時の選択肢は、やっぱり半袖のシャツだと思うんですね。襟がついていて生地にも一定の厚みがあるので、体のラインも拾わないし上品に見えるという意味では、半袖シャツはもう大人世代にはユニフォーム的な感覚で持っておきたいアイテムの一つかなと思います。まあ本当にね、これまでにもいろんな半袖シャツ皆さんにご紹介してきましたが、まあ軒並みですね、もう在庫がございません。僕のブランドでも作ってたりだとか、グリーンレベルさんとのコラボレーションでも作ったりだとか、他にもいろんなものをご紹介しましたが、今買えるものの中でこれめちゃくちゃいいなと思うものを発見しましたので、皆さんにシェアしたいなと思います。これビューティー&ユースのアイテムなんですが、小松パックキャンプカラーショートスリーブシャツっていうものですね。価格は 11,990 円です。ちょっと安くはないんですよ。値段はそれなりにしてしまうんですが、まあ、トップスというのは夏の着こなしの中で一番主役級のアイテムなんですね。真冬でいうところのダウンだとか、コートに匹敵するような夏の中では一番価格帯が高い分類に入るアイテムなので、ここには投資をするのは僕は悪くないのかなと思っています。で、このシャツっていうのは実はですね、僕は2年ぐらい前に一度買ったことがあるんですね。ビューティー&ユースのキャンプカラーという襟型ですね。まあパッと見はレギュラーカラーみたいに見えるんですけども、まあいわゆる大襟がない形のレギュラーカラーなんですね。これがですね、通常のオープンカラーシャツだとかレギュラーカラーにはないような、またこう独特な襟型で、個人的には夏にぴったりだなと思ってるんですね。僕もこのシャツを一昨年に買って非常に気に入っていまして、かなりですね高頻度に使っていたのを今でもよく覚えています。で、サイズ感は袖丈がちょっと長めで腕の関節ぐらい。でもそれ以上は長くないので、そんなにカジュアルに見えすぎないんですね。身幅もボックス型で少しゆとりがあるんですが、ワイドにしすぎないようなバランスなので、襟付きのシャツというとこで一定の小綺麗さを保ちながらも、サイズ感はちょっとだけ今っぽくなっているというような、そのバランスが非常に使い勝手のいいアイテムになっているかなと思います。で、これはですね、名前にもある通り小松マテーレというブランド、これ世界的に有名な生地のブランドなんですね。僕も自分で服を作るので、小松マテーレさんの素材とかもよく見させていただくんですが、やっぱりですね、素材の質感、色味、圧倒的に違います。本当によくできていて、まあ、世界中のブランドから愛される理由というのは僕の中でも実感があるんですが、そんな小松マテーレさんとビューティー&ユースって結構長らくですね、一緒に商品開発してたりして、分かりやすいところで言うと真冬のダウンですね、結構小松マテーレの素材を使ったダウンなんかを長らくやっているんですが、すごく仕上がりがいいんですね。まあそういった小松マテーレの生地を使った上質な半袖シャツということで、この値段は納得できるなというふうに個人的には感じています。カラー展開はダークグレー、ネイビー、ベージュという3色になっているんですが、個人的には清涼感漂うネイビーがまずは推しですね。そしてダークグレーももちろんいいんですよね。まあダークグレーと言いつつもそこまで濃すぎない、ややグリーン味を感じるようなダークグレーもすごくいいので、このあたりはお好みで選んでいただくのがいいと思います。どちらもまだサイズはほとんど残っていますので、今買う半袖シャツとしてはこれも鉄板ですね。一応これセットアップでを組めるようになってるんですが、もちろん単体で下はですね、白パンとか、あとは深めのデニムスラックスだとか、そのあたりでも相性がいいかなと思うので、まあ、ぜひこの半袖シャツは今買えるものの中ではベストに近いかなと思うので、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてはボトムスですね。今回ご紹介したいのは、グリーンレベルさんが別注かけたグラミチのテーパードパンツですね。これ価格が 15,400 円だったものが 30% オフの 17,80 円になっています。これなんで残ってるのかなって正直僕は感じているんですが、ブラック、ダークグレー、ベージュの3色展開で今のところ全サイズ
残っています。これは使い勝手いいんじゃないでしょうか。まあ、グラミチというと、僕の中では短パンのイメージが強くて、この夏でもですね、グラミチの短パンを2枚購入しまして、僕の自宅と、あとは事務所合わせると、合計でグラミチのボトムスは、6本か7本くらいあるんじゃないですかね。非常に使い勝手が良くて、腰の部分にはウェビングベルトがついていて、ウエストを調整することができたりだとか、すごく動きやすさというところも重視して作られているんですが、その中でもこのロング丈のパンツですね。グラミチのボトムスって意外と細身のものが多いんですね。まあ、そのグラミチの通常のボトムスをベースにしながら、グリーンレベルさんが別注をかけたということで、少しだけゆとりを出しています。太ももに少しゆとりがありながらも膝から下にかけてテーパードがかかっているようなまさに大人世代に似合うような太すぎないボトムスのシルエットになっています。だけども従来のグラミチよりは少しゆとりを出しているというところのこのバランスが完璧だなと思うんですね。裾の長さも最初からジャスト型にしてあるのでそのまま履いていただいても足元がもたつかないというところもすごく季節にも合っていると思いますし使い勝手もいいんじゃないのかなと思います。素材はポリエステルなんですけども見え方としてウールに見えるようなウールライクな素材感なんですね。このあたりに大人っぽい上品な雰囲気が漂うんですね。ウェビングベルトがついていてちょっとカジュアルな雰囲気があるんですけども素材のアプローチとしては上品で大人見えするというところではこのバランスは非常に使い勝手がいいんですね。今時期からも使っていただきますが秋以降も使えるようなそんな素材感なのでこれはですねセール価格で買えるというのはかなり穴場だと思っています。まあ、カラー展開はどれもいいんですよ。結構ですねベージュのこの明るさのあるカラーもすごくバランスもいいと思いますし、あとはですね定番的なブラックだとかダークグレーの深さのあるこの色味もめちゃくちゃいいのでこれは結構絞り込むのが難しいかなと思います。まあ、すでにブラック持ってる方はダークグレー行くだとか明るめのパンツ持ってないなっていう方はベージュ行くだとかっていうのもいいと思いますし、なんかブラックのパンツ持ってるんだけどもユニクロだとか無印良品を持っていてもうちょっとアップデートしたいなという場合はブラックのこの王道のボトムスを買うとまた違いが出てくるかなと思うのでなかなかいいんじゃないのかなと思います。まあ、いずれにしろこの 1,780 円っていうのはグラミチにしてはすごく買いやすいしセレオリぐらいの価格帯になりつつもグラミチっていうところでこれはおすすめできるかなと思うのでぜひこのチャンスに皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。続いてラスト5点目は足元ですね。まあ足元大人は何履こうか問題あるかなと思うんですね。僕も考えたんですよ。なんだろうな、アリゾナの EVA とかもいいなと思ったりするんですが、40代以降の大人世代がお出かけの時に履くとちょいカジュアルかな、やっぱりワンマイル的なサンダルだなと思ってみたいだとか、まあその中でちょっと小綺麗に合わせられるもの、今回ご紹介したトップスとボトムスですね。そういったものに相性がいいのは、やっぱりまあこうグルカサンダルかなと思っています。その中でちゃんと在庫が残っていて、なおかつ履き心地もいいものでっていうところで考えると、やっぱりこのコンバースのオールスタークップをベースにしながらのグルカサンダルですね。グルカシューズ、グルカスニーカーと呼んだ方がいいかなと思うんですが、これがすごくおすすめしたいアイテムかなと思っています。これ以前にもご紹介したんですが、意外とですね、まだ在庫は残ってたりだとか、まあ場合によってはもうセールになっているところもあったりするので、まあいくつか概要欄にリンクを貼っておきたいなと思ってるんですが、これ本当によくできてるんですけどね。これはベースのデザインとしてもすごくよくできていて、グルカサンダルは僕は大好きでいろいろと買ってきたんですよ。その中でもこのベルトの幅のバランスですね、これがゴム太になってるやつとか結構細かくついてるものだとかいろんなものがグルカにもあるんですが、その中でも僕が考えるすごくバランスのいい太さで配置をされているんですね。で、先端も程よく丸みはあるんだけどもやぼったくならないようなややシャープさも感じられるようなシルエットになっていますし、まあソールもですねゴムなんですが本体と同じようにブラックになっていてちゃんと上品な質感も保たれていると。で、革自体も結構柔らかくて、肌への当たりも結構ソフトなんですね。で、なんといってもソール部分がスニーカーなので、もう楽に履けるという点では、なかなかこれに勝るようなグルカサンダルって見つけづらいかなと思うんですね。それぐらい完成度は高いんですが、まだちょこちょこと在庫があります。まあ、ぜひ皆さんもカジュアルになりすぎてしまう真夏の着こなしだからこそ、足元ぐらいはちょっとこう小綺麗なサンダルっていうのを合わせてもらうとバランスがいいんじゃないのかなと思います。先ほどご紹介したグラミチの
ブラックのパンツですね。それに対してブラックのシューズってやっぱり重たいんですよ。普通のスニーカーだと重たいんですが、グルカサンダルって履いた時に肌がちょっと覗くんですね。なので重たすぎないんですね。あとはベージュのパンツにも合うし、ダークグレーのパンツにも合います。トップスもポロシャツから T シャツ、半袖のシャツまで何でも合うので、やっぱりグルカサンダルは意外と使い勝手もいいと思いますし、周りの40代の大人男性見てもグルカサンダルなんて履いてないんですよ。ほとんど履いてる方は見かけません。トレンドアイテムと言われて久しいですが、それでもまだまだ履いてる方は少数なので、皆さんが履くだけでちょっとした差別化にもなるかなと思うので、こういったちょっとこなれたぐらいのトレンドアイテムぐらいの方が僕はバランスがいいかなと思うので、今でこそこのようなコンバースのオールスタークップグルカサンダル、皆さんにお勧めできればなと思っています。いやいや、いかがでしたでしょうか皆さん。今回はですね、まだまだ暑いので真夏に今すぐ買える大人の夏服ということで5つご紹介させていただきました。どれも自信を持って皆さんにお勧めできるものばかり集めることができたなと、我ながら今満足しながらですね、締めの挨拶に移行できてるんですね。まあ、この時期は買い物って難しいんですよ。僕も個人向けのスタイリストとしてこの時期にお客様とお店回ったりすることも結構あるんですが、まあ難しいんですよね。夏物もセール価格で結構サイズ掛けしてるし、かといってまだ秋冬の新作買うにはタイミング的に早いなっていう気分なので、この時期に今すぐ買えるものを探すのは難しいんですが、オンラインならではなんですよね。いろんなお店を横断しながら選ぶことができるっていうのはオンラインの良さでもあるので、まあ、今回はすごく良いものが見当たったかなと思います。まあ、ぜひ皆さんもですね、まずはクローゼットの中を見ていただいて、これ足りてないなっていうものがあったら、今回の動画を参考にしながら足していただければいいと思います。無駄な買い物は決してしないでください。大山俊はそこそこですね、おしゃべりするのが好きで、僕が話すとついつい物欲が刺激されてしまう方もいらっしゃると思うんですね。だけどもあくまでご自身にとって本当に必要なもの、今足りてないものを買い足すぐらいでちょうどいいと思うんですよ。僕はこのような動画定期的に出していきますので、ぜひ皆さんのなんか良きタイミングでこれだっていうものが見つかった時にですね、厳選してお買い物をしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、まあ、普段ですね、なかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナル、まあ、今回結構セレオリが多かったと思うんですが、セレクトショップのオリジナルから僕自身が大好きなドメスティックブランドだとか、あとは〇〇専門ブランドだとか、まあ、そういったちょっとコアなアイテムに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構ワイワイ楽しく展開をしています。週に2本のオリジナルの動画、まあ、大体1本あたり30分ぐらいですね、の動画と、あとはですね、それに加えてもう1本、週末にライブ配信やってるんですね。普段動画の中ではライブってやったことなくて、一度だけかな、20万人記念でやりましたけども、それぐらいしかやってないんですが、メンバーシップチャンネルではほぼ毎週やってるんですね。皆さんからいただいたご質問にお答えしながらワイワイやっていて、僕のあらゆる仕事の中で最も楽しいと思っているのが実はこのライブ配信なので、まあ、ぜひ皆さんそのワイワイと楽しむ感じもですね、見ていただけたらなと思っています。詳しくは概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。また、なかなかねゆっくり動画を見る時間がない方もいらっしゃると思うんですね。僕も一個人としては YouTube 大好きなんですが、撮る専門であんまり見たりする時間がないんですね。まあ、そういったお忙しい方のためにですね、オンラインサロンっていうものもやっています。こちらは動画ではなくて、文章と写真ベースで今日のおすすめアイテム参戦とか、こういったコーディネートしましょうみたいなものをですね、まあ、どんどんお伝えをしています。まあ大体一記事あたり 1,2 分くらいで読めるような分量ですし、まあ僕も毎日そういった記事を書いてるんですね。毎日更新。そして僕以外にもいろんな僕とは違った性質を持っているスタイリストの方とか専門家の方も記事を書いてくださっていますし、また参加者の皆さんも気軽に記事アップすることができるんですね。まあそんな感じでおしゃれが好きな大人の男性が集まるコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っております。ということで以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。